はいどうも、ショート動画のおかげで1ヶ月で20万人チャンネル登録が増えたニートワイです。本日は僕がどのようにしてショートを作っているのかお教えしたいと思います。まず僕がショートで一番大事だと思ってるのは、僕を知らない人でも面白いと思えるかどうかが一番大事だと思います。大手とかがやってる知名度を利用したバズっていうのは再現性がないので、僕たちが真似しても基本無駄です。これを踏まえるのはまずもうショート動画攻略の鍵ですね。僕のショート動画はまず配信の取れ高を探します。配信終了後にここはショートにできそうだなってのを終わったらすぐメモっといて忘れないようにしてるんですけど、もうネタがなくなった時とかは過去配信のアナリティクスのチャットのグラフとか見て、一番高いところが盛り上がったとこなんで、そこを見て探したりしますね。そして探し終わったらまずオチを決めるんですよね。僕がいつも最後に一言オチのテロップつけたりしてるじゃないですか、あれです。で、このオチがどうしても思いつきませんって時は、とりあえずいろいろ検索したりアニメとか見たらいいです。アニメのおすすめはジョジョとブルーロックがいいと思います。なんで検索をするのかというとですね、まあ、例えば今思いついてるオチがバカだとするじゃないですか。ただバカだけだとちょっと無難すぎてつまんないなってなった時は、バカ類義語で調べるんですよ。そうするといろんな言い回しが出てくるんで、そこからしっくりくるのを使ったりしてますね。それが決め終わったら、そのオチが輝けるように前振りの台本作っていきます。オチとね、関連性つけた方がオシャですからね。そしたらあとは編集ですね。と言っても僕も大した編集やってなくて、凝った編集とか全然できないんですよね。そこで今回はフィモーラさんから案件いただきまして、フィモーラの編集ソフトを使わせていただけることになりました。素材がいっぱいあって、素人でも簡単に凝った編集に見せることができるらしくって、実際に使っていきたいと思います。そして今ピクシブにてフィモーラ×彩りモライラストコンテストを開催しています。最優秀賞は賞金30万円らしいので、詳しくは概要欄をチェックしてみてね。これでね、簡単にカットができるらしくって、一応ショートカットキーでコントロールプラス B でカットができて、選択してコントロール X で削除と。あー、これで助かるがちで、このね、皆さんこれ分かります？このカットしてこれ切るじゃないですか、その時にこう詰めてくれるの、自動で詰めてくれるのがガチでありがたいよね。中学生ぐらいから動画編集してたんだけどさ、これがあったら革命だね、変わってたね。他のトランジションとかも試していきたいな。じゃあこれでやってみようか。おー、いいじゃん。安っぽくなくていいね。だいたいこういうね、編集ソフトに入ってるね、このトランジションとかエフェクトってクソ安っぽいんですよ。うん。だから結構外部から撮ってきたりがよくあるんですけど、これ、このソフトだけで完結するね。いいじゃん。ちょっと、この、モハメド・アブドゥルみたいな。行こう。アブドゥル、いいじゃん。いいじゃん。かっこよくね？エフェクト多くね？てか、トランジションもさ、めっちゃあるじゃん。ガチ多すぎん？これ系は使えるよ。閃光のハサウェイでよく使えるやつ。わー、これいいなー。もうめっちゃいい。でーりーで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 ーあたららーたららーどる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 ってこうやって使うんですよ。皆さん、ぼかし系はねよく使いますね。僕もこれ書いてんのさ、強っ。これプレミア公開中、公開前のやつみたいだ。これ入ってんの強ない？大体こういうのってもう外から素材持ってくるんだよ。みんな、これは認識してくれるかな？あ、してくれた！ちょっと待って、すごいことになってる。おー、なんかさ、風格が出てるじゃん。モハメド・アブドゥルの風格が。ほら。いいじゃん。めっちゃいいやん。これショートでめっちゃ使えそうやな。こんだけあったらマジで困らんと思う。これだけでもう完結する。たまに僕もね、編集ソフト2つ使ったりするんですよ。いつも使ってる編集ソフトにないエフェクトとかを別の編集ソフトで引っ張ってくるみたいなね。うわ、これ系はすげえ使いやすいよ、これ。これだって、高評価押してくださいやん。高評価お願いしますやん。うわ、これ最高。で、小さくもできると。ここで調整ね。位置もこうやって調整できますと。うわ、これいいわ。どうやらフィモーラ12で追加された新機能があるらしくて、そちらをちょっと使っていきたいと思います。実際にちょっと用意しました動画を、この動画を使ってやっていきたいと思います。これをタップして、このビデオの AI ツール、これのスマートカットアウト、このカーソルを一番前に合わせて、ブラシサイズちょっと大きめして、これをすると、これでくり抜けるらしいんですよ。この最初のやつだけやれば、ここをスマートカットアウト開始したら、残り全部処理してくれるらしいんですよ。さあ、トラッキングが勝利終了しました。あ、かなり綺麗に切り抜けてるね。待って、ゴゴゴゴあるじゃん。めっちゃええやん。めっちゃええやん。で、これを上に上げて、これするじゃん。そしたらこれで背景になるらしい。
なるからこれをアップして、うわめっちゃよくね、待って待っていいじゃん、え待って、これ切り抜きが簡単にできるのえぐい。だってグリーンバックじゃないんだよこれ。うわ新機能が神だよな。ちゃんと需要と供給を分かっている。オーディオストレッチっていうのがあってですね、動画の長さに合わせてオーディオトラックをリタイミングしてくれるらしくってですね、でこれを出すじゃないですか。そしたらこれで1分ちょっとしかなくて届かないじゃんここまで。うん、で大体ね普通の編集ソフトだったらとここでコピーしてでコントロール V でこうやってこうやってつなげるんですよ。それがこのオーディオストレッチ、これでここまで伸ばせる。すーげえ、ほら、あつんずぜんあつんずぜん、すごくねこれ。全然違和感ないじゃん。キーフレームを使って色の変化ができるらしくって、実際にやっていきたいと思います。こう、じゃあ最初オレンジでここキーフレームして打って、で次にで打つ、これでちょっと一旦見てみましょう。おおすごい実際ここが移動してるからね、これでこんな感じでキーフレームで色がめっちゃ変えれるらしくって、すげえなこれ。しかもクソ簡単だったキーフレーム打つの。こちらフィモールさんのソフト気になる方はぜひとも概要欄からチェックしてみてください。